はい、今回は、名人戦の、プレーオフの、一曲を、紹介したいと思います。はい、この動画ね、撮ってる時はまだ、勝負がついてませんので、はい、見ていきたいと思います。はい、半目勝負みたいですけどね。はい、芝野さんが、黒番ですね。まあ、ここはまあいろいろね、どう打っても一局というか、はい。ここ、継がれたんですね。はい。まあ、ここ当て返すのもある気もするんですけどね。はい。まあ、このように、そうですね。結構地を与えましたね。はい。そうですね、ここも感覚的にはここ2段バネされて2段バネされるとどうなのかなっていう感じがするんですけど、この場合はもうこうやっちゃおうっていうことですかね。うん、なので白も引きましたと。まあ、こういう碁はね、白番の河野さんも嫌いじゃないのかなと思いましたね。はい。はい、ここはコウになる分かれで、はい、ここをコウ材にしましたね。い。まあ、お互い言い分のある、はい、進行ですね。そうですね、ここ出ていく流れが悪くないので、白もなかなかに見えますかね。はい。はあ、これは硬い手ですね。これが先手なんですね。これ手を抜くと、ここにね、つける手がありますので、黒取られてしまいますね。そうですね、この黒薄いのにこう打たれたんですね。はい、これはどういうことでしょうか。はあ、これ捨て石ですね。捨て石にしてここを連打したっていう分かれですね。はい、まあ、中央がどれぐらいまとまるかですね。ただ経験上こういう真ん中囲うのはあんまり勝てないことも多いので、僕が打ってたら白番の方が好きなんですけどね。まあ一応生きてるんですかね、この石は。はい。ここにこれが継げないのがね、白痛いところですね。ただこれでも細かい形勢です。そうですね、次でここも大きそうなんですけど、ここ取られるのも大きいんですね。はい。で、つなぎに回ったと。と、寄せ勝負ですけどね。
なんか雰囲気は半目勝負みたいなんですよね。ああ、これがあれですか、こんなにへこまないといけなかったのですね。うん、これこうやりたいんだけど、こうから伸びが効きますね。で、これで取られてしまうと。はい。白の寄せが、巧みに、これ2目取ったんですね。もう細かいところはないですね。はい、これで、ちょうど半目つないで、終わったところです。で、形勢判断、これね、黒半目って出てんですけど、コミ7目半でこれ計算してるから、これは6目半ですからね。おそらく黒が勝ったのかな。はい、今ちょうどね、整地してる最中だと思うんですけど、形勢判断はもう打つとこがないですからね。まあ、黒が、おそらく勝ったのだと思います。間違ってたらすいません。ということで、10代のね、名人挑戦になったと思います。名人戦ね、挑戦者も、楽しみに、したいと思います。楽しみですね。張栩さんとの、名人戦になりそうです。じゃあ、これで終わりにしたいと思います。失礼いたします。